こんばんは。1億3000万人のスパイシー系のファンの皆様、こんばんは。スパイシー系です。ですね、いえ、みんな見てるのかな、見てないのかな。昨日やる予定だった、ユーストなんですけども、昨日も今日もドタバタしておりまして、日曜日のこんな10時という中途半端な時間になってしまいまして、申し訳ありませんでした。先週も流れてしまいまして、スパイシー機やる気があるのかというお叱りが全くありません。寂しい限りでございます。もうこれ見てくれてるのいんの今。あ、一人。寂しいなこれ。一人。今日カメラマン、マオリさんです。ですね、寂しいな、俺。先週の土曜日ですから、10月31日じゃないかな。そうだよね、10月31日。スパイシー系プレゼンツ、山本純一、元光源氏、コンサートを無事終了いたしました。今日ね、ゲストのね、漁師マスクさんもいません。ウルフスターさんもいません。そして僕、今日は一人ぼっちです。山本仁さん、さすがにね、キレッキレのダンスということで、昼夜興行、2発やっていただきまして、懇親会も無事盛り上がりましてですね、最高に、いや、すごかったんだよ。来なかった人ね。ローラースケート履いてくれたんですよ。コンサート会場でローラースケート履くっていうのは、多分何年ぶり、何十年ぶりとかじゃないのかな。すごかったんだよ。ローラースケート履いたまんま階段上がっていっちゃうとかね。そんな感じだったんで、すごく盛り上がりました。多分次回、2月あたりがバースデーだという、バースデー月だということですんで、多分その辺りで来てくれるんじゃないかななんて思っております。今日久しぶりに僕ね、赤いハッピーショット、マスク、この間ジ・ウィンガーさんから、購入したマスクで、ジ・スパイシー、ジじゃねえだろって、スパイシーだから、ザ・スパイシーって登場させていただいて、やっぱりこっちの方がしっくりくるね、しっくりくる。それと、その山本潤一さんのコンサートの時にゲストということで、勝村秀一郎、選手、が、参戦と、なんか盛り上がってましたが、あとですね、ちびっこアイドル、鬼ごっこ、小学生アイドルですね、が、新曲になるのかな、何だろうな、新曲だったと思うんだけどね、なんか違うかな、歌ってくれまして、実はその鬼ごっこさんのマネージャーさんが元ジャニーズと、あ、言っていいのかな、ジャニーズ、あ、いいんだよね、元ジャニーズということで、山本仁さんの大後輩に当たるという、そういうなんか、因果関係というんですかね、がありましてですね、すごく盛り上がりました。ですぐその後、11月の3日、シアターパレス花鳥風月北千住大会開催いたしまして、結果はと言いますと、フルハウス、超満員です。立ち見も出まして、ありがとうございます。みんな、私を見に来てくれたような、みんなに今、すみません。今日、相手いないとさ、なんか一人で喋ってると、なんか誰と喋っていいか分かんないよね。しかもカメラマン、マオリだからね、なんかね、ちょっと 寂しいな、今日な。11月3日、すごいことになりました。なんか10月31日、山本潤一さんのコンサートの時に、勝村さんとの、山本潤一さんとの交渉というか、で、11月3日空いてるんだったら来てくれよということで、約束通り、11月3日に、山本潤一さんが来て歌っていただきまして、盛り上がりました。ですね、一つあったんですけど、事件が、大した事件じゃないんですけども、
あの10月31日の時に僕ステージ、山本潤一さんのステージ司会やらせていただきましてですね、その時にですね、あの11月3日のその花鳥風月に山本潤一さん来てもらえませんか的な感じの、交渉をステージで直接したんじゃねえかっていう、そういうのやめろよっていうお叱りをもらったんですけど、あのできレースです。もう話ついてます。ちゃんと11月3日に出てくれるということがありの中でステージでお話ししましたんで、皆さんなんかその場で交渉してその場で決まったなんて思ってますけど、そんなことありませんから、足からですね、ちゃんと出てくれる順段取りしてまして、ちゃんとそこを確認ということで勝間さんの方ではダメ押しということですね、取りました。でその時にですね、鬼ごっこさんも、鬼ごっこチームっていうのかな、もう、ステージ、別のところでのステージを終えて駆けつけてくれまして、なんとですね、あの北千住シアター千住が超満員で、盛り上がったということです。試合はと言いますと、まあ、皆さん見てると思いますので、簡単に、お話ししますとですね、まず河原井先生がですね勝ちました。勝ったんだよね、確かね、勝ったよね。もう勝ったのかもけど全く分かんないんだけど勝ったらしいです。勝ちました。なんか久しぶりに見たな、河原井選手の勝ちってね、なんかびっくりしました。なんか成長というか、もう見たような気はしたんですが、次に川島先生どうだったですか。あ、待て、相手はおー、セクシーですよ。リッキーさんかっこいいね。あ、ね、リッキーさん、僕ね、今度ね、リッキーさんの真似して入ろうと思ってるんだよね、リングね。セクシー、セクシー、スパイシー、ケーパクって怒られるから、ちょっとやってみようかなと思ってるんだよね。これ内緒、内緒の話ね。っていうことです。ちょっと喉かいてたんだ。これね、僕一人で喋んなきゃなんで、切ってくれな。うん。で、エリーと、あれですよね、ジミンが。これもいい試合だったね。エリー結構いい試合だったね。なかなか、見応えがあったというか。結果的には負けちゃったの。うん、でもなんかすごく、まとまった感じがして良かったですね。あ、お電話だ。お電話だ、お電話だ。ということです。ですね。そして、入場、山本潤一さんが生歌で、なんだから、したらいいけどね。で、三尾くん、岡田くん、関さんというね、新型ハットトリック。なんか途中見ました？あれ、関さんに山本潤一さんがこう、もっと、あれ違う、そばにおいでじゃなかったっけ？あれ違ったっけ？あれ十条だ。ガラスの十条だ。違う、十代だって、突っ込んでください。今の面白いね。今のすごい面白い。笑ってくんねえな、誰も笑ってくんねえんだろうな、多分な。みんな見てくれてんの、これ。変わらず？あ、増えた。おお、増えちゃった。今、間違えてこうしちゃって、ガラスの十条とか言ってるところで、なんつまんねえこと言ってるんだ、こいつはって思って、また人数減っちゃったりするんだよ。で、それで、相手チーム、かぐやチームね。あの、かぐら、ウルフスター。で、黒い篠宮。篠宮さん、いいね。黒い方が似合うんじゃないかっていうぐらいね。で、入場曲が金太の大冒険だったっていうね、あれはちょっと放送禁止だろうっていう、大きくバテーンという試合でして、3対3結局どうなったの、どうなったの、なんか三尾くんが勝ったのかな、黒石の宮なんかゴムバッチリしてなかった、あれはユートピアのギャグだろう、あれはこうこうやつ、こうやつ、知らない、知らねえだ、知らねえのかな、ね、みんな知ってるでしょ、みんな見てる前でユートピア知ってる人ちょっとコメントください。頑張ってきーパチン、あれ世代すごいね。ですぐその後ですね、なんだっけ、次、あー、あれだ、松本隆俊の勝負の年、噛みつくね、いいね、梅ちゃんでしょ、今度梅ちゃん、塚本さんチームに松本くんとジョッシュ、これなかなか見応えがありまして、結局どうなっちゃったのかな、梅ちゃんが勝ったのかな、
あそこのとこはやっぱりキャリアと、あれですね。でも梅ちゃんが初めてトップロープから飛んだの見たよ。うん、そこ抜けんじゃねえかって思うくらいドーンだったね。でその後VKF タイトルマッチ、ヤゴーさん憎いね、あの人憎いっていうか、憎いねって言うとなんか憎いんだけど、本当に憎い。何ですか、あの人、なんとかしてください、止めてください。で、一応門番山本裕次郎、最近ね、山本裕次郎選手いい感じで脂が乗ってきたんじゃないかというぐらいで、なかなかのこの迫力というかパワーというかってね、ヤゴー選手と真っ向勝負と、もしくはラフファイトっていうのかな、ヤゴーさんに対しての、ヤゴー義明に対してのラフファイトを仕掛ける山本裕次郎って、俺結構久しぶりに鳥肌立ったかなっていうね感じでしたけど、最終的にはなんかあっという間というか、なんかこうちょっというこの感じで決まっちゃった部分はあったんだけど、まあ不完全燃焼だね、山本裕次郎選手ね、ちょっと膝負傷したんじゃねえかなっていう感じはしたけど、大丈夫かな。でメイン勝村修一郎進む組対正宗服部健太と、なかなかの見応えがありました。時間も17分から18分というね、結構な長い感じだったんですけども、最終的には、勝村選手のあれなんだろう、何締め、羽賀締め、羽賀締め、違う、何締めなんだっけ、何なんだろうね、すげえよくわかんないんだけど、なんか服部くん落ちちゃった感じでしたね。首締めじゃダメだろ。なかなか、見応えありまして、なんかこうすべて4人に感情移入ができた試合かなって思いましたね。正宗選手 の技の光の進む選手のパワーとね、あと勝村修一郎のなんて言うんだろうな、このバランス力っていうかな、まあ、服部健太も頑張ったと思います。僕今回服部すごく成長したんじゃないかなって思ってるし、まだまだその差っていうのはあります、正宗選手に対してもそうだし、勝村修一郎に対してもそうだし、ましてや進さんに対してもそうだけども、服部が食らいついていくと、今回総括で考えたとしてね、服部健太、松本隆利、当然川島真織も含めて若手 の、その主張っていうのがね出てきたかなと。その主張に対して、山本裕次郎、岡田選手、そしてそれに、勝村修一郎というこのなんていうかな、層がちょっとこうまた違った形で受ける側と攻める側っていうかな、すごくバランスが取れてきたんじゃないかな。勝村修一郎の首を狙う、正宗選手、東矢後選手などに加えてですね、内側からの若手の主張というのがこれからの花鳥風月の展開としては見ものだったと思います。それでですね、先々週のクイズです。勝手にクイズ出したジャンピングクイズ、服部健太は誰にふわーって飛びつくだろうかと、答え勝村修一郎、勝村さんにふわーでしたね。正解者いますか、正解者。もう進くんだと思ったでしょう、正宗さんだと思ったでしょう、勝村さんでした。答えは服部健太がふわーで飛んで抱きついた相手は勝村修一郎。正解者いますか、正解者いない、いない。正解者は次回12月13日の花鳥風月の時に、個人的に受付で言ってください。なんかいいものがあったということで、それが、11月3日の花鳥風月の総括でした。ありがとうございました。ご来場の方ありがとうございました。それとそこからまあいろいろありまして、矢郷さんがですね、これで2週分しゃべんなきゃなんないから結構かつい詰まっちゃってるんだよね、大変ですけど喋ります。11月16日、
今度の VKF 新木場大会においてですね、ですね、出るのがまずは西村修最高顧問が、源太郎選手と戦います。花鳥月の看板を背負った形で VKF 初参戦です。次、笠原修一郎、服部健太組、うちの、そうですね、今、売り出し中1、2番の、コンビがですね、誰だっけ、矢郷義明、タンク長井組、これはすごい。で、松本貴俊、持ってます。松本くんは誰だっけ、ホラグチ、ロビンさん、ロビンさんじゃないですよ、ホラが、ホラグチさん、ホラグチくん、ホラグチくんが、あ、面白いね、これは松本貴俊がまた吠えるというと。そして、あれ、周りもねえの、周り選手、なんか大金星あげたんだよ、はい、ね、びっくり、驚きました。みんなね、あのスタンディングオベーションどころかね、腰抜かしてひっくり返ってる、大丈夫か、マオリ。今回も、川島さん、金平君と真島さんと組んで、愛情組んだ。おー、これはすごいね。これ、うちから何人ですか ?1、2、3、4、5人参戦。VKF 大花鳥月全面構想入りました。そして、またまたですね、応援団。これはもう、譲れねえだろうということで、またわがまま言っちゃいまして、山本純一シート、光源氏山本、元光源氏山本純一さんが応援に駆けつけてくれます。 VKF のリングでスターライトかななんて思っておりますので、これぜひぜひ、皆さん11月16日の月曜日です、7時だっけ、7時半、新規は、まあ、調べてください。ぜひ盛り上がって、VKF のリングで花鳥月大暴れしましょうということです。それでですね、いろいろ報告があります。まずですね、昨日ハードヒット、服部健太、山本裕次郎、あれ、カッパ、買わない、出場しまして、本戦出場しまして、セコンドに、関さんがついていただいて、あとは、トータル監督にですね、勝村修一郎選手が、応援で、アドバイザーとして入って、アドバイザーとか応援だっていうのかな、入ってもらいまして、結果服部健太、山本十次郎が勝利、カッパの河原が負けましたという形になりましたが、参戦中2勝1敗ということで、勝ち負けつ魂というのを見せつけたんじゃないかなと思っております。特に山本裕次郎の試合はすごかったということで、好評でした。まあ、勝村監督曰くですね、まだまだだと、花鳥風月らしさがないし、花鳥風月らしさの勝利の方程式というのを、掴んで作っていかなきゃいかんのじゃないかということで、その試合後ですね、コメントをくれました。今後ですね、勝村修一を中心にですね、花鳥風月軍団ハードヒット対策及びそういう総合的なその動きというんですかね、そこは、もう一度、お互い練習を極めていきたいなということで話はまとまりました。次回からもハードヒット及び、花鳥風月勢の応援をよろしくお願いいたします。で、本日は、フリーダムスなのかな、いわき大会、チャリティーいわき大会とかなのかな、福島の方で、こちらも、勝村修一郎、山本裕次郎、松本貴俊の3人が出場して、今あたり試合終わったのかな、ちょっと結果まだ入ってきて、僕のところに入ってきてないんで分かんないんですけども、一応その試合がありまして、無事、勝鳥月勢頑張っておりますということですね。で、服部健太、松山座がありまして、今試合終わりましたということで連絡がありまして、無事白塗り服部健太も頑張っております。缶バッジが売れたそうです。 JJ 漁師さんが作ってくれたね。
ということですが、今の近々の報告になっております。で次、ちょっと喉がいちってる、しゃべるね僕もね。今日ね、あれだ、歌舞伎町店、高架町の歌舞伎町店、服部の代わりに僕お手伝いで入ってたんですけども、あのお客さんにですね、背後霊が2体ついてる。背後霊か、背後霊って守護霊とか普通言うなら、背後霊って何、背後霊は褒め言葉になってるかよくわかんない。僕背後霊2体ついてるそうです。背後霊、後ろの百太郎かって知ってる、後ろの百太郎知らない、後ろの百太郎恐怖新聞書いた人、角田二郎先生の作品、僕好きなんですけど、後ろの百太郎、守護霊じゃない、守護霊は百太郎の方なんだけど、僕がついてるのは背後霊だって。背後霊って何、しかも初めてのお客さん、ありがとうございます。それは思いっきり悪口ですから。こんな悪口って本当にびっくりですよ。もう負けました、感服感服。ということで、ですね、さすがに霊的な話はきついね。霊的な背後霊、川島君にはついてないって言われてました。背後霊ついてる、それ喜ばしいじゃないか。ショック、なんか言葉尻だけ拾うとね、なんかあの悔しいなって感じになるけど、背後霊ってついてなくてない方がいいだろうな。守護霊じゃねえか、背後霊。背後霊ってなんだよ、びっくりしちゃったよ。まあ背後霊僕2体あるそうなんで、2体あげますよ皆さん。なんかあの小太りじいさんみたいな話ですね。ということで、ですね、何の話をしてたか分かんなくなっちゃったけど、12月23日年内課長月ラストマッチ東京タワー大会です。パチ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 、また東京タワーでやっちゃいます。東京タワー、いいですね。この間大盛況だったんですけど、今回もっと盛り上がろうかなと思いましてですね、参戦選手、まずはカードの方はなんですけど、まず西村修最高顧問、イエッ、みんなやるからやっただけなんだか分かんない。それと、ですね、多分ここで、VKF から矢後義明選手来ると思います。そして、正宗選手、鈴木秀樹選手、梅澤菊次郎選手の参戦は決まっております。そしてスペシャルゲスト、元キャラ源氏大沢みきおさんのゲスト出演も決まりました。パチ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 、これでまた生歌スターライトですかね、いいですねこれね。で、ですね、多分これ鬼ごっこさんも出てくるんじゃないかな、あの花鳥月キャンペーン、キャンペーンじゃない、花鳥月なんか、なんとかマスコットガールズみたいな感じで出てくれると思います。年内最後です。2015年を笑って、楽しく過ごす、終わらせようと思いますので、12月13日ぜひ、花鳥月東京タワービッグマッチ、年内ラストマッチにぜひお越しくださいませ。チケットはですね、 info@gtalent.net から、受付します。大沢さんのゲストおよび西村先生とかいろいろゲストの方がいらっしゃるんで、チケットの方多分早めの、お申し込みでお願いします。よくね、なんかあの早め早めで行ってチケットなくなっちゃうよとかって言っちゃう場合もあるんですけども、今回は、いつも9割嘘言ってる僕なんですけども、1割の本当のことを言いまして、チケットの方が多分ですね売れてくると思います。先日の北千住大会のように超満員ということで終わらせたいと思ってますんで、ぜひ皆さんと一緒に、2015年を笑って過ごしまし、終わらせましょうということです。12月13日1時スタート、12時半会場です。場所は東京タワー、タワースタジオ、東京タワーのちょこあってこの辺にある建物ですね、タワースタジオの、5階かな、5階です。ぜひとも1時から、12月13日日曜日よろしくお願いいたします。みんなで、ウェイって感じで、ね、やりましょう。ぜひお願いします。告知はそんなとこだったっけ。
ぱいあるんだけど、すごい分からなくなっちゃったな、いっぱいありすぎてな。なんかありましたっけ、告知。まあ、ちょっとね、でも、いろいろあるんだよね。いろいろあって分からなくなっちゃった。無事、歌舞伎町で盛り上がってもらいます。皆さん、なんか有名な選手等々、皆さん来てくれて。服部さん、なんかファンがいっぱい来ちゃって、セクシー系のお客さんも来ちゃって、それリツイートしちゃって、いろいろねありますが、なんか今何分ぐらい喋ってるの？30分ぐらい？25分です。おー、25分。もう今日はなんかちょっと疲れちゃってんだよね。なんかあります？なんかね、ちょっと最近のブームな、ありますブーム。あ、この間の北千住大会にさ、あの漁師マスクさんがね、リンガーのちょっとやってくれた。興味ないですよ。興味ない。あのね、なんかね、最近観客席に有名タレントさん来られてるみたいです。キョロキョロ見てください。やっぱりあのいるみたいですよね。ということなんですけど、なんかどう、みんなが見てくれてるの？4人？ 11？ そう！どうしよう、どうした方がいい、これ。なんかどうしようか。12になっちゃった。うわー、どうしてこうんでしょう、これね。今日乾燥するんだよ、もう本当に。あの、あれでしょ、前回の北千住さ、まとまりすぎちゃってさ、課長珍しくなかったと思わない？グダグダ感っていうか、なんかね、あった。なんかね、すごい、ちょっとどうしようかなっちゃったんだけど。まあ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 、ということなんで、一応あの、12月13日だけは、皆さん、年内、なんとか、結構大きい会場なんで、なんとかしてください。なんとか。なんか話すことあったかな。なんかマオリある？マオリさん、VKF の意気込みある？意気込みですか？うん、意気込み、あの、ほら、マオリ君、今日さ、あの小学生が応援に来たじゃない、お店に。ね、あの、カットビじゃない、ぶっちぎりロックンロールだっけ、マオリの歌。ああ、はい、あれね、なんかあの練習してるらしいよ。走り出したら止まらないでっていう。ありがたいですね。ありがたいね、ありがたい。走り出したら止まらないらしいです、まあさんね。でも、お客さん怒られてたね。弱すぎって。マオリ弱すぎって。しょうがねえだろって。そう、お客さんね、なんか勘違いして僕のプロレスラーって思われちゃったらしくてね。まあまあね、プロレスラー大変だね。服部くん、元気かな？元気やと思いますけどね。あの、ね、あの勝村さんが河原に酷評で、河原ちょっとへこんじゃってんじゃないの今。え、あら、プロとして情けないって、すいません、謝って。怖いね。ということで、裕次郎さんもなんかね、絶好調だしね。松本くんも絶好調だしね。ロビンさんは？ロビンさん、この間素顔で出てたでしょ。あ、大丈夫かな、人。なんかさ、あの、フライパンみたいな顔してるじゃん。こんななってたけど、ロビンさん。12月呼んだの？呼んじゃったよ。どうしよう。ロビンさん。まあ、最後のロビンさんみたいになっちゃった。ロビンさんとさ、鬼ごっこさんとさ、大沢みきおさんの絡みって、どうしていいか分かんなくなっちゃうよね。ということで、ロビンさんも出る予定です。あとは、どうしよう。もう、今日はいい、こんなとこで。もういいでしょ、今日は。疲れちゃったでしょ、皆さんだって疲れたでしょ。だって山本潤一さんのコンサートと、すぐその後、花鳥月やって、ハードヒットあったり、いわき大会あったり、いろいろこうあったりしてさ。ねえ。あ、でもあれだね、勝村さんと進さんのタッグいいね。ねえ。
なかなかね、お互いがコンビネーションで、正宗さんを敵に回した感じがね、面白いしね、矢郷さんからね、まあ、そろそろちょっともう課長月でいろんなところで暴れませんかね、暴れましょうということで、丸さん、こんなところでいいんですか、今日は。今日僕ね、目が乾燥しちゃってね、ちょっと皮膚の具合が調子悪いね、俺ね、皮膚あれ、皮膚じゃねえ今日の言うやっちゃいなじゃなかないから、またちょっと調子も悪いし、全部調子悪いね、今日は。本当マジでさ、人ぼっちだしてやってらんないよ、俺ね本当、なんかみんな遊び来てよ、歌舞伎商店。あ、いいか、歌舞伎商店来なくて忙しいから、あ、忙しいんだよね、ねえ。なあ、マルな、マルのおでん結構売れてるもんな。はい、なあ、マルのおでんって言ってさ、切ってるだけだ。最近大根切りが覚えたもんな。はい、大根それすごい好評でさ、すごいね、お褒めに預かっちゃってる。すごい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 。あ、最近ね、この間ね、仮面ライダーやったんだよね、忙しいけど。パチンコね、パチンコ強かったんだよ、俺の仮面ライダー。めっちゃ強かった仮面ライダー。あれは強い、俺久しぶりにあんな強い仮面ライダーだった。大抵弱いんだよね、北斗の剣とかだって。そっちの俺のだけ剣士郎じゃなくて剣太郎だったりさ、剣次郎だったりするんだけどさ本当に高原さん結構打ってるらしい、うまいらしいよ、高橋さん。こ、うん、まあ、んな話しかできないよ、俺。今日は、本当。今日こんな話疲れちゃって、もうなんかもう本当ね、楽しみを追求するっていうのはやっぱり命がけだな。うん。って思う。そう思いません？キリアさん。キリアさんとか言って。もういいかな、今日は。もう今日やめましょう。今日なんか、一人ぼっちで寂しいわ。僕へのファンレターとあったら、gtalent.net からインフォなのメールください、ね、みんなで日本と平和の日本の平和と秩序を守るために、一日一言悪口を言うというね、いいんですよ、悪口言って陰口とか言うより悪口言ったもん、ね、で平和になりますから、それさ挟んで。じゃあいつものごとくやりましょうかね、服部さん、あいない、情熱熱風ハリケーン、にんにん、勝村さんだけついちゃったからね12月13日、勝村君、今度は誰を狙うのかな。おおほほほさっき勝村さんね、こっち系に目覚めたらしい。ああ、そうだ、岡田君、面白いですよ、岡田さんに注目です。広島課長月動き出しました。うわ、マスターちゃん動き始めましたこれでね、ということで、じゃあ何でいきましょうかね。久しぶりに皆さんよろしいですか、カメラの皆さん。何だっけ、忘れてた、何だっけ、いつも何だっけ、脳天直撃。ああ、そうそう。もう最近やらせてもらってないからさ、忘れてた。スパイシーでいきましょう。明日から1週間、皆さん頑張っていきましょう。元気、なんとか、岩木みたいな。ですよ。ピンク色のジャケットして。元気、岩木とかって言っちゃダメ。元気よ、俺も何でもできるとかっていうのもね、パクリですから。でも本当に元気出していきましょう。元気なくなったら歌舞伎商店来てください、高町に。服部くんでもっと暗くなりますということでした、よろしくお願いします。じゃあいきます。脳天直撃スパイ C、 こっちかな、 C